ってくださいね。動機を、あ、そうか、動機は。あ、じゃあ回りました。じゃあ動機お願いします。じゃあ。北山チャンネルよいしょ、はい、今日は何するんですか、はい、ここあの三鷹市なんですけど。お、三鷹来たことありますか。三鷹はね、乗り換えでしかないかな。乗り換えあ、乗り換え、電車乗るんですか。あの、だから学生時代とか、お、やっぱあの中央線ユーザーだったからさそうなんですね。中央線なんか親近感湧きます、電車乗ってる。え、中央線ユーザー。僕は田舎なんです。東京ではない。電車とかなかったんで。電車ないの？何それ、どこから来たの？島島ではないんですけど、乗ったことなかったです、電車は。マジで？はい。ということで。ということなの？まあいいや。今回これです。なんか可愛い感じだな。いちご狩り。はい。なんでいちご狩りなの？似合うかなと思って。いや、俺今日イチゴカラーにしてきてないからね、たまたまだから、ね、そうなんですか。一応なんか合わせてくれたのかな。違う違う違う、恥ずかしいじゃん、めっちゃ毛入ってるやつみたいでまあなんか都内にも結構イチゴ狩りできるところがあって。あ、確かに三方だもん。あ、三鷹だもんね三方ではないです、三鷹で、はい。行ったことあります、イチゴ狩りは。あ、ありますよ、あります、あります。イチゴは好きですか。いや、もう来いってあるじゃん。着くの早っ、ストローク短っ。あ、三鷹にこんなとこあんの。あ、いちごランド。はい。へえ、かわいいじゃん。行ってみますか。なんか恥ずかしいな、いちごカラーみたいな、ね、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、入っていいんですかね。あ、入ります。あ、先入っちゃいます。あ、そうそう、すみません。ちなみに今のお父さんです。あの、今日紹介してくれる人です。いやいや、もっと撮ったらちゃんと失礼します。ここの方だったんです。北山と申します。他のお客さんのお話したんです。あ、そうなんですね、はい、北山です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いちごランド、なんかいろいろありますね。ねえ、何種類ぐらいあるんですか。12種類あるけど、その中で4種類があのもう世間には出回ってないイチゴが。マジっすか。3000円で食べ放題。はい、食べ放題みたいな。食べ放題。あ、食べ放題なんですか。もうやってるんで。あ、もしよかったらですね、ちょ、いいんですか。なんか味見でどうぞ。いや、普段ないないですよ、特別ですよ。あ、そうですか。いや、向こうで、向こうでも食べますけど。あ、ここでももうやるんですか。もう一回ちょっと食べてみてって、あのおばさんたちが。いや、コメント取っときたいんですけど向こうの方がいいかもしれないですね。いや、すみません、ありがとうございます。え、じゃあ向こうで裏でなんかミニハウスあったんですけど、はい、そあそこでやってるんですか。で、もし何かあれば、ああいう帽子もあるんで。帽子ですかこれ可愛いのか。いいんじゃないですか。え、よくないでしょ。よくないでしょ。ね、イケメンがこういうの被るとすごく可愛くなっちゃうっていう。いやいやいや、そんな可愛くなるわけないじゃないですか。いや、これがね、めっちゃ可愛くなる。やるんですか。よし、イチゴ買いに行きましょう。うわ、すげえイチゴ食いたくなってきた。こっち行きます。お母さん、俺可愛いかな。可愛い。ありがとう。わ、結構結構広いっすね。あ、北山さん、一応ここ入ったら、はい、イチゴ以外のフルーツ言葉に発することが禁止なんで気をつけてください。何それ。え、一応イチゴのハウスなんで。分かった。なんかよく分かんない。あの、イチゴなのに桃の味とかするから、桃とか言っちゃいけないって言うんですか。言ったらちょっとダメなんで。なんで雪すごいっすね。話が合ってねえな。話が合ってねえな。うちね、普通イチゴ狩り行ってなんかミツバチ飛んでるでしょ。はいはい。それはちょっとうちは可愛いハエがヒロズキンバイってヒロズキンちゃんって言うんだけど。あ、ハエなんすか。だから絶対刺されないんで。なるほど。花の上で遊んでくれるんで、それで受粉する。ハエなんすね。ハエもそういうことするんすね。あの、これですか、ハエって。そうそうそう、これ。あれか。これは かなりね、玉虫色で可愛いんだよ。へー、いいっすね。長えな、うちの縦長俺よりおもろくなんの
行きましょう。行きましょう。じゃあどうぞ。お湯で絵が面白いからやめてよ本当。わ、いろんな種類がある。サガホノカ、ベニホッペ、ベニホッペ、ベニクイーン、ベニクイーン。ここにさっき言ったロマンベリー。ロマンベリー。ロマンベリーが案外とメインで植えてあるんで。一番人気ではありますよね。ありすぎて全然覚えられない。トークン。もうこれ、あ、桃だ。名前だから。これは桃。こうなんか違う果物の名前がついてるのもあるんですね。これでどんだけ味いってるか分かんないけど、とりあえず甘みはちょっとまだ少ないかもしれない。トークンからいくんですか。うん、ちょっと桃っぽい色なんってことなんですか、ね、薄い色なんだよね。桃の香りがする。へえ、種緑色だよ。どうぞ。これっていちごってなんかあんま意識して食べてなかったけど、いちごの種ってこれですか。そう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 、本当はいちごの実はこの種みたいなのが実なんだよね。え、いちごの果実っていうのは本当はこのてんてんてんっていう種が果実。これが果実なんですか、いちご。うん、本当はね。この膨らんでる部分は何になるんですか。実、あの軸がそのまま太ったような感じって言われなんだけど、あまり難しいことなんで俺も分かんないんだけどね。食べてみますよ。いただきます。いちごですか。いや、ちょっと酸味あるけどね。ピーチだ。ピーチ、うん、あ、でも美味しい。あ、結構爽やかっすね。なんでいちごなのにあいつの味がすんの。あいつの味する。うまっ。この辺のもいけんのかな。ちょっと薄いかな。か、頭の長い方。あ、私ですか。すいません。いただきますね。ちょっと酸味があるかもしれない。それは言っちゃダメだよ。ああ、あいつだ。あいつだ。あいつの味しますよね。あいつとあいつと。なんか俺はいいんだよ。俺はいいんだよ。言って。あ、いや、どうする。お父さんいいんですよ。オレンジだとか、はいはい、あとスモモっぽい味がするとか。はいはい。どういうのが一番いいんですか。なかなか見つかんないんだけど。はい、あ、なんかまた赤レッド。あ、全然色違う。いちごってこういう形を想像するでしょ、はいはい、なんかちょっと探してもらいたいのが、こういうふうにもっとここがなで型になって矢尻型のいちごがあったら、それが一番うまい。どの品種でも。え、こ、肩か、肩がなで型に、なで型みたいな。いちご、あ、いちごは言っていいんだよね。いちごはいいですよ。いちごはなで型を選べ。なで型っていうのは売られているんですか。あんまり売らない。あのパックに詰めたらかっこよくないから。へえ、だからじゃあいちご狩りならではの、うん、ここならではってことですよね。そのへえ、なるほど。なんかね、今年ね、なで方が少ないんだよね。今年はなで方が少ない。なんかね、なんかこういうのとかなんか見たりしますけどね。こういうのとか、あ、これだったら美味しい。これうまいですか。それロマンベリー、さっき言ったロマンベリー。ロマンベリー取り方が、はい、こう持ってこう返したら、返してスナップ効かすように、ここが90度曲がるようにしてツッてやると、おお、あ、本当だ、こういうことですね。そう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 。うわ、さっきよりなんかね、ちょっとね、味が全然違うと思う。さっきよりね、ケモクジャラじゃない。さっきすごいケモクジャラ。ケモクジャラ。え、お前かんなかった。まあいいか。言いたいことは伝わったでしょ。はい、多分爽やかな甘さ。いただきます。全然違う。甘い、こっちの方が。これはイチゴ。イチゴ。うん、さっきのはやつ、あいつ。あいつ。うん、全然やっぱ品種によって味が。これは東京だとうちだけかな。あ、じゃあもう一個食べとこう。もうその辺でもいけると思う。もうちょっとなってるところ行きます？うん、そうっすね。これね、不思議とお客さんこっちからこう来るんですよ。はいはい。で、うち長いでしょ。はいはい。みんな途中で戻っちゃうんですよ。あ、じゃあ奥の方が穴場なんですか。この赤いのが多い。だこっちの方からこうやって見てった方が赤いイチゴが見つけやすいと。あ、なるほど。お父さんは 見なくてももうキキイチゴはできるんですか。キキイチゴはある程度うちで作ってるもんだったわ。なるほどね。これどこから出てるのかな、ここ曲がってないかな、大丈夫かな、この木の枝どうかな、いろんな情報があるんですね。そうね。じゃあ北山さん、うん、1個お父さんに出してみますか。問題、
ちょっとイチゴを探してきて、じゃじゃんって、じゃじゃん食べてもらって。そんなお父さんを吊るし上げようとするな。うちにあるイチゴだったら大体は、お、大体ね。お父さんいいんですかそんな。やめときましょうよ。外れた時のリアクション俺はできないっすね。いや外す場合もあるよ。外した時にあってなるじゃないですか。アクアレット肩はなかなかここまで色が上がらない品種なんだけども、これちょっと贅沢食いしていいんで。あ、いやいや全然食べます。これは何ですか、なんてやつでしょう。アクアレット。アクアレット、あと2日すると真っ赤なんだけどね、中が真っ赤な。これも違う、なんかすげえ赤レンジャー感出してくる。この食べたら分かる。俺センターだって言ってる。色で言ったらレッドだわ、マジ。どういうこと。いやマジ、イチゴのこの絶妙な味の差を説明すんのはむずい。あとこの隣のこっち食べてみると、あ、これいい色してますね。これそんなことない、濃い緑。これだったらここまでいってる、大丈夫。いいっすか、うん、また味が違う。この子は何ですか。濃い緑かな。うん、うん、食感が違う。あ、甘い。今のところこれ一番甘いかも。濃い緑。味は濃い、濃い味。これ一番味濃いかも。これもね、なんか桃っぽいって言われる時は。あいつですね。あいつの、あいつの味が。あいつの味が。あの前のゲームも面白かったですよね。何の、何でしたっけ、スイカゲーム。お、おじゃねえよ。お、じゃないんだよ。何のおよ。いや、言っちゃったなと思って。あ、ほんとだ。サガホノカ、これもう、あ、いい。あ、サガホノカ、サガホノカ。あ、柔らかい、ちょっと柔らかいね。あ、ちょっとね、取りづらいんだよね。綺麗。また味が違う。美人だねこの子。わかります。美人だよ。ああ美人ですね。これ何でしたっけ。サガホノカ。あ、うまい。これもすげえです。あ、これ一番好きかも。え、いや、うまい。もうね、選べないわ。これもうまい。香りがなんか、うん、合ってるかわかんないけどセクシーだね。人によっていろんなね。一番いろいろありますよね。さすが、さすが。これ何でしたっけ。アクアクイーン。アクアクイーン。あー、確かに爽やかな、ほのかに酸味もあって、なんか急に抜擢された朝ドラ女優みたいな。今日なんか分かりづらいですね。いや、同じイチゴを食べてさ、うまい、爽やか、甘酸っぱい以外のさ、発生するしかないじゃん。そうですか。これ逆にやってみてよ、じゃあ。はい、はい、だから色のステージで味が違う。なるほど。ちょっと食べてみよう。緑を飲みますね。うん、あ、あれですね、美人ってやつね。すいません、あ、いっちゃったよ。さっきのあの同じ品種でもちょっと違うかな。同じやつもね、ちょっと長めだね、本当に。あれ、これ朝ドラっすか。朝ドラ。昼ドラかもしれない。昼ドラね。昼ドラか。こで確かにさっきの朝ドラ女優というよりかはちょっと昼ドラの甘さだよね。意外に初々しいとこあるんだねって感じ。OK。 じゃあその辺にしときましょうか。もうこれにしとかないと、どんどんなんか変なこと言うんじゃない。ありがとうございました。ありがとうございます。でも味違うでしょ。全然違います。あとなんか売れ方によっても違うですね。そう。
やってください。あ、自分で取ってこれうめえんだぞ。あ、いいんですか、探して。もう独り立ち早くないですか。いや、色がちゃんと肩まで色が回ってるとか、はい、なんかねツヤツヤしてね光ってるもんね。食べてくれよっていう言ってます、言ってるやつを。なるほど、イチゴの声を聞くわけですね。そういうことだね。なんか訴えかけてるようなの取れば、はい、大丈夫。あの、初対面なんですけど、どういうことですか。これまでそこまで、俺イチゴ初日なんだよ。俺の学生時代の、あ、幼稚園とか小学校時代のイチゴエピソードいらない？欲しい。欲しいです。え？俺のイチゴエピソード欲しいです。イチゴエピソードいる？いります。やっぱり教えてください。イチゴってさ、スプーンとイチゴって相性があるの分かる？フォークとは相性いいじゃん、はい、スプーンと。あ、そうですね、お父さんが今なんか取りに行ったんですけど、あのお母様が持ってきた。あ、そういうことですね、はい、これです。あ、これで、はい、住んでいただきます。はい、うち、ん、の娘っ子がいる。娘さん、娘さん、娘さん。あ、どうも、いちごかぶってるけど、どうもです。こんにちは。小さい時からいちご食べられて。はい、そうです。いちご好きですか？食べ過ぎてもういちご嫌だって思った時ないですか？あります。まあ、そうなんだな。そうです。俺は俺で探すんで。あ、ありがとうございます。北山さんがさ、シール係やってやってくれる？これ何っつって取ったやつ。ちょっとうちの娘なんでね。よろしくお願いします。ちょっとなんか、どういうこと、悪いことしないですし、あとよろしくお願いします。結構ね、僕は僕でちょっとこれがいいんじゃねえのかなっていうのは探します。わかりました、僕の中のベストイチゴを探していきます。とりあえず12種類ある。いちごの声聞けばいいんですね。そう、いちごの声。いちごの声って聞いたことある？ないです。ないんだ。食べてくれよって、その声をイチゴから発してるもの。あの、イチゴ選ぶときどういうイチゴがいいんですかって聞いたら、なんかイチゴは食ってくれって訴えかけてくる。だけど、だいぶうさんくさい。うさんくさい。難しいな、これ。ここでの一番は、あ、いるじゃん。5時から10時 ?5 時間、5時間です。ずっと立って、最後ちょっとトッピング外で。あ、はい、なんかトッピングするっつってみたいです。なんかトッピングしたい。じゃあ北山さん、最後にトッピングをして、北山アレンジで今日はイチゴを締めくくってもらえると。アレンジする、なんかでも絵的に。ちょっと絵的に今日俺が経験して思ったことね。はい、イチゴはそのままが一番うまいんじゃないか。え、どう思います？いちごにトッピングした方が美味しいと思います？そのまま食べれるならそのままの方が美味しいと。そうだね、そうですね。まあ、絵的にですね。ごめんね、絵的になんだって。もう十分、あの、いちごの美味しさ、いろいろ種類とかは、うん、今日勉強したので、うん、ちょっとじゃあプロとお父さんのやつで、これちょっとじゃあやってみて。じゃあちょっと見ないようにそっと。メニューはいくらでもあるので。あ、メニュー最後だな、練乳は。俺のさ、いちごエピソード聞く？週またぐわ。いや、今日聞かせて。週またぐ。今日聞かせてください。またがさせてください。いいよ、好きなの使って。ポテチ？ポテチ？ポテチ。いちごとポテチ？聞いたことなくない？美味しいのかな？甘じょっぱいの合うっていうので合うかもしれない。やばい、ちょっと専門的なの来た。確かにそうだよね。俺もうできたわ。あ、できましたね。うん、あ、美味しそうですね。俺もできちゃった。それなんですか？え、最後の。いや、練乳隠し。
や、なんか美味しそう。いちごが喜んでる感じする。あ、蜂蜜もいくんだ。もしかして蜂蜜と練乳分ける系？分けます。うわぁ、やればよかった。俺のいちごエピソード聞く。聞きます。教えてください。俺、いちご好きだった。あ、そうなんですか。あの、いちごにいちごあるじゃん、はい、こういうのに、はい、違う、間違えた。え、マグカップにいちご入れて、はい、あのスプーンのヘタで、ヘタ腹で潰すの、はい、と同時にできた。スプーンの腹できた。おしゃれ。いちごの置き方もおしゃれだわ。はい、はい、これ どっちが前ですか。やったね。あります。ないか。いや、うん、ないわ。うわ、ちょっとシンプルな感じで、これあれだね、蜂蜜が味噌ですね。蜂蜜かかってるわ。じゃあ俺、紅ほっぺいきます。このお父さんから勝ち取った紅ほっぺ。いただきます。あ、これはこれで美味しいけど、やっぱりあの結局いちごはそのまま食べてください。それを教えたかったんです。分かっていただければ。なんでちょっと上からなの。同じですってことです。じゃあ北山さんは撮ってもらって、覚えてます？何を？なんか